には乗車券のほかに特急券が必要です。7番乗り場ご注意ください。列車が到着をいたします。お待たせいたしました。到着の列車は14時52分発特急パーハクト9号鳥取駅です。列車は線路に向かい、右側を先頭に前から1号車、2号車の順、一番後ろ5号車の5両で到着をいたします。自由席は前寄りの2両、1号車と2号車です。列車は京都を出ますと、新大阪、大阪、三宮、明石、明治、上郡、佐用、完全に開けているまでは列車からは離れてお待ちください。お願いいたします。